今日も晩酌のねおつまみを作っていこうと思うんですけど、今日暇からね若い漁師の子からこの魚を3匹もらいました。赤カマス、丸アジ、あとマアジでね、その漁師の子たちはね、あの脂肪を測るその機械持ってて、その体脂肪率がどんだけあるか測れるんだよね。でどれが一番あると思いますかっていうふうに僕にね聞いてきたんだけど、皆さんは分かりますか、これどれが一番脂がありそうに見えるかね。また答えはね後で発表するとして、とりあえずの鱗取って紐のようにさばいていきますね。鱗をシンクでサクッと取りますね。はい、今ねサクッと鱗取ったんで、今日はね頭を取って7人で焼けるような形でね紐のようにするんで、とりあえずみんな頭取るよ、ね、まず丸アジからね、今こう卵がね入ってますね。この時期ね丸アジめっちゃいいんだよ。でもこの個体はねちょっとねスマートなんだよね。こっちはね赤カマス、これも今産卵期に入ってるんで卵か白子持ってるよ。これ卵ね、よいしょ。マアジだね、よく超えてるよね、これよく超えてるね。パッと見はねこれが一番ね脂ありそうだよね。よいしょ。でこれも卵持ってるね、みんな卵だね、全員卵。一回ね洗いますね。はい、じゃあ今ね綺麗に洗ったんで、今日はね3枚におろしますね。2枚におろす。こういう形でねおろしていきます。やっぱり3枚のおろそうか、その方が食べやすいから3枚のおろすね、やっぱりね。次にカマスだね。このカマスね秋になるとめっちゃ脂乗るよ。これ春でもねこの大きいやつはそこそこ脂ありそうだけどね、こういう感じだね。これちょっと大きいんで半分に切っとこうかね。で最後マアジ、僕的にはこれが一番ね脂ありそうに見えたけどね。やっぱこれ脂あるよな。まあ、みんなね、じゃあみんなおろせ終わったんで、あとはねこれ 3% の食塩につけて干してきますね。干し上がったら、まあ、七輪でね晩酌やっていくよ。はい、はい、ってことでね、まあ、干物ができたんで今からね焼いていきます、ね、よいしょ。
こんな感じでね、これがねマージね、乗るかな、とりあえず一個ずつ行こうか。僕はこれが一番美味しいと思うんだけどね。はい、じゃあ炭を起こしてて熱くなっちゃったんでね、先にこちらね、いただきます。あーうまっ。で、今日のねおつまみ、最初のおつまみがねこちらになります。今日のおつまみこれ、よいしょ、ここか、これわかるかな、これカゴカマスっていうお魚、僕のメインでねやったことあるんだけど、のお刺身を作りました。はい、これねちょんとつけていただきます。これねとろけちゃうね、本当に脂めっちゃある、うまい、めちゃめちゃうまい。今日はあの知り合いの漁師さんがねちょうど網に2匹入ったんでくれたんだよね、カオカマス。でこれ小骨が多いんで、そのなんていうんだろう、皮目の方にねこうやって線を入れて刺身するんだよ。めっちゃうまい。やっぱりねこれバラムツとかそういうなんていうの、同じグループになるんで油はねすごい。このカゴハマスはね、ほんとね、トロみたいな感じでね、とろけちゃうんだよね。めっちゃうまい。これ安いんでね、見かけたらね、絶対買い。今日作ったこの干物の3種類なんだけど、みんなはね、どれが一番脂あると思うかな。僕は今焼いたね、このマアジがね、あるんじゃないかなと思ってたんですけど、これあの、そういう機械があって、機械でね、調べてもらってあって、機械だと一応丸味痩せてたけど、あれがね 15% 脂肪率がね、あとカマスとアジがこのマアジが 12% か 1% 違うだけなんだけど、まあ、機械でね測るのとやっぱこう食べるのとはちょっと違うと思うんで、僕のね舌で確認してきます。ね、ね、こんな感じね、この前のハモの動画でねちょっとコメント欄に質問があったんでこれで答えとこうか。縁王寺の一番好きな食べ物は何ですか。魚、牛、豚、鶏、ジビエ、野菜。まあね魚がいっぱい好きなんで、魚がね、肉も好きなんだけど肉はね鶏が好きです、鶏肉ね。野菜も食べるけどね、これこれ次のやつ焼いてくれ。次はねカマス焼こっか。カマスこれね、マアジこれうまいと思うよ、油がね。あ、こっちを見せよっか、こういってこれ見せよっか。これプリップリね、いただきます。あ、めっちゃうまい、これめっちゃうまい。塩分もねちょうどいいね、これめっちゃうまいわ。やっぱりマアジはね脂ありましたね。カマスもねこんな脂がジュクジュクしてきたんで一回ねもう食べます。これね、これね春でこんななんだけど秋だともっとすごいよ。いただきます。やっぱカマスうまいな。カマスはうまい。いつもだとね春はやっぱこう産卵期なんでそんなね油乗らないんだけど、今年はね結構乗ってるんだよね。幼稚の人も言ってた、そうやって。特にこれ大きいカマスくれたんいただいたんでめっちゃうまい。丸味、これ一番脂乗ってたんだよ機械ではね。でも本当に実際5月6月の丸味はねめっちゃ脂あるからね。
カオカマスマジうまい。最近食べた刺身の中でもかなりうまいね、このカオカマス。このカマスはね、このカオカマスっていうのは深いところにいるんで、イカ漁に行かないと取れない魚なんだよ。これでもさ、機械で測定すると一番多いんだけど、こうやって焼いてる感じ、こう油があんまジュクジュクしてこないんだよね、これ。なんか、実際は、どうなんだろう。普通こうジュクジュクしてくるんだよね、油が。ちょっと食べてみよっか。じゃあこれね、はい、いただきます。確かにね、うまいけど、なんて言うんだろうな、マアジとかカマスの方がね、脂が乗ってるような気がするんだよね。なんで機械でね、測ったのがまあ必ずしも、なんて言うんだろう、いいっていうわけじゃないような気がします、僕はね。やっぱり油はね、あるけど、マアジとかの多いような気がするよね、やっぱり。でもね、うまいよね、やっぱり。でね、最後に今日はね、つまみ、こちら。よいしょ。今日はね、小イカをもらったんで、このスキレットでね、この小イカ、本ちっちゃいね、スルメと赤イカ。これ焼こっかな。で、ここにこのちっちゃいね、スルメイカ。赤イカとね、一緒に焼いていこっか。塩振って、ここに胡椒。これめっちゃうまそうじゃない？よいしょっと。ただこう、一人マヨネーズをね、用意してあるんで、ここにね、乗っけて。いただきます。はい、いただきます。うまっ。うまいよね、これ。うまい。スルメイカとかはもっとね、綿が入ってるんで、いっぱい。ここにはスルメイカ。熱いんだね、でも。うまいけど、こうしてね、あ、うまっ。めっちゃうまい。まあ、あとはね、ぼちぼちやっていくんで、結果的にね、僕的には体感的にはね、マアジが1番で、2番カマス、3番が丸アジでした。予想通りのね。でも機械だと、丸アジ、あと2匹が同じみたいな。なんでね、まあ、皆さんね、自分の目で見て、ね、やってみてくださいね。ね、まあ、ぼちぼちやっていくからね。バイバーイ。